アレクサンドルスボーロフは、ボルガ川からドン川流域を航行するバレリアン、クイビシェフ級のソ連、ロシア戦籍のリバークルーズ客船。1983年6月5日、アレクサンドルスボーロフは、ウリアノフスク鉄道橋の橋桁に衝突した。その第惨次で177人が死亡したが、動船は沈没しておらず、修復され現在も航行している。 母校は現在ニジニノブゴロドである。この船は1981年にチェコスロバキアコマールノのスルーベン社ロードニスで建造され、ロシアの大元水、アレクサンドルスボーロフにちなんで名付けられた。全長は135.7メートル、全幅は16.8メートル、喫水は2.9メートル、出力は736キロワット3機である。動線は、 エンジン3機と4つの甲板を有する。巡航速度は時速2 6トルであり、乗客定員は400人である。1980年代の間、アレクサンドルス・ボーオロフは、ボルガドンラインのフラッグシップでありロストフが、ドヌニ母校を置いていた。1983年6月5日、アレクサンドルス・ボーオロフは、ロストフからモスクワへ航行していた。同船には、 乗客330人と乗員30人、サービス要員35人が乗船していた。数人の無登録の乗客も乗っていたとされている。22時頃、上館板のシネマホールでオークションが間もなく開催されるという知らせが出た。22時45分からテレビ中継が行われる予定で多くの乗客が上館板に集まった。 一等航海士のウラジミール・ミテンコフとソーダ種のウバーロフが同じく上甲板にあるソーダ室で操船していた。船長のウラジミール・クレーメノフは自分のキャビンで休憩していた。動船は最高速度の時速 25km で航行していた。船は通行可能な二つ目のスパンではなく六つ目のスパンに達したが、そのスパンは 船の主艦パンよりも低く貨物列車が橋の上を通過していた。川岸にいた管制官たちはアレクサンドルスボーロフが誤ったスパンに来たことに気づいた。彼らは同船に無線でメッセージを送ったが返信はなかった。次に彼らは警告用の発煙筒を発射したが手遅れであった。橋のスパンは観板室とシネマホールを切断したが、 最下甲板は無傷であった。衝撃で橋は損傷し、一部の車両が脱線し、車両の積み荷が船に落下した。アレクサンドルスボーロフは橋に衝突した後もさらに300メートル進み続けた。複数の救助艇が40分後にアレクサンドルスボーロフに到着した。悲劇の直後、ウリアノフスクは閉鎖都市と宣言された。ボランティアたちは、 献血を行ったり、応急の棺を作ったりした。負傷者の大部分は列車から落ちてきた穀物や石炭による剥離損傷を負っていた。3時の直後には乗組員が酔っ払っていたとか、犯罪者の仕業だなど事件について住民の間に様々な噂が流れた。兵ダのアリエフを長とする特別委員会が事故を調査した。委員会は 事故原因の可能性について4つの公式見解を示した。一等公開士の未転校付の刑事過失相打手のウバーロフの刑事過失橋に照明設備を設置しなかった鉄道員の刑事過失橋の照明がついていなかったことまた橋のところにあった鉄道信号所が正しいスパンを示す航路標識と似ていたこともわかっている。鉄道員と船員の間には 橋の証明について、以前から対立があったが、アリエフは、ソ連の鉄道省ベシチョフを守るために、スボーロフの乗員を告訴したのではないかという憶測も、あった。しかし専門家は、事故で死亡したミテンコフと、ウバーロフが、事故当時シーラフであったことを証明した。事故後、船長のクレーメノフが、橋脚付近の席のところで見つかった。彼は水泳パンツを着ており取り乱していた。 彼は事故を防止できず適切な命令を出さなかったため、懲役10年を宣告されたが、6年後に釈放された。彼は1990年に拘束で死亡した。アレクサンドルスボーロフ橋げた衝突事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。